クローテンはスイスの州であるチューリッヒ州のビューラ派に位置する基礎自治体でありグラッドダニにも入る。クローテンは1155年にクロチンとして最初に言及されている。クローテンは31ディセンバー2016時点で19021人の人口がある。2007年現在で人口の26.8%は外国籍である。過去10年間で 人口は6.24%増加した。2000年現在、多くの人口はドイツ語を話し、2番目に多い、イタリア語は社は4.2%、3番目に多い、セルビアクロアチア語は3.1%である。2007年の選挙で最多の票があったのは 46.、46.1%の SVP である。次いで多いのが16.3%の SPS、9.5%の CSP 8.7%の FDP。2000年現在の人口構成は、子供が19.2%、大人が68.3%、シニアが12.5%である。スイスの人口のほとんどは普通、教育を十分に受けている。苦労点の25から64歳の人口のうち70.3%は、 義務教育ではない高等教育や専門学校、大学を修了している。苦労店の失業率は3.12%で2005年現在で自治体では91人が第一次産業に従事しており28の職種がある。また第二次産業には4545 45人が従事しており109の職種がある。第三次産業には 23,154人が従事しており、888の職種がある。下記は歴史的な人口動態である。図書館では本、DVD、新聞などを提供している。詳細はスタートビブリオテックへ、苦労店の西部には中立空港の旅客ターミナルがあり、他の空港の多くもこの自治体に含まれている。大量の陸上輸送は空港や クローテンで利用されている。クローテンは高速道路 A51 によってチューリッヒやビューラー派と接続されている。さらに、ビンターテュールなどの東を結ぶ多くの道路も敷かれている。自治体内には3つの鉄道駅が存在する。チューリッヒ空港駅は空港ターミナルビルの地下にあり、スイス各地へ向かう長距離列車チューリッヒスバーンの S に S16 S が乗り入れている。また、クローテン駅とバルスブルク駅には S バーンの S7 が発着する。自治体の西部では、シュタットバーングラッタルの路面電車、チューリッヒトラムの10系統、12系統が走っている。トラムは、チューリッヒ空港、バルスベルクで停車する。スイスインターナショナルエアラインズは、チューリッヒ空港の他に、クローテン、ブラボー、チャーリービルにオフィスを持つ。 スイスワールドカーゴはアルファとブラボービルにオフィスを持つ。スイスプライベート航空はスイスコンプレックスにオフィスを持つ。また、スイスホテルを運営する企業のオフィスは中立空港内のプリオリアビジネスセンター及びクローテンに位置する。かつてのスイス航空はクローテンの中立空港敷地内に拠点を置いていた。クローテンにはスイスのナショナルリーグウェイでプレーする。 クローテンフライヤーズがある。クローテンスクールが市内に位置する。ありがとうございます。